今スターターがスタート台に向かっていきます。馬連では2番8番 2.5 倍、8番11番 8.7 倍、この2点が10倍以下であります。レース一興、樋口忠正アナウンサーでお送りしましょう。11レースアイルランドトロフィー、4歳馬から8歳馬まで勢ぞろいしました11頭、上下 7.5 キロの開きがあるハンデ戦は最後に11番コクトジュリアンがゲートに向かうところ、これで全部ゲートインを終了しました。スタートしました。9番のレガシーワールド好ダッシュを見せますが、内の方から1番の成田力が行きます。真ん中から6番のスーパープレー抜け出しました。成田力とスーパープレー2頭が抜けた、並んでいる。それからとは1馬身半、2番テイエムジャンプ3番手、これを追って9番のレガシーワールド4番手、11番のコクトジュリアンが固まって今上位5頭まで一塊になりました。ちょっと下がったところ10番のサイレントキラー、その内に入ったのが5番のエアチャリオット、そこからとは2馬身半ぐらい切れます。8番のトロットサンダー1番人気の馬は先頭から8馬身の位置、これを追っていくのが7番の八重の城後ろから3頭目、そして3番のキヨイスマート、最後方から行く4番のダイワジェームス、先頭からしんがりまでが15馬身で3コーナーのカーブ、先頭わずかに6番のスーパープレー、リードは体半分、しかし2番のテイエムジャンボ並びかけた、2頭ぴったり重なった。それからとは2馬身半ぐらい下がったところ、外を通って9番のレガシーワールド、やはりこの高位グループだが、真ん中から5番のエアチャリオットも単独で今3番手に上がっていく。内の方では1番の成田力、上位はここまで固まった。そして差を詰め始めた8番のトロットサンダー、トロットサンダーも現在は5、6番手、先頭から5馬身ぐらいで4コーナーカーブを回ります。さあ先頭争い、2番のテイエムジャンボが真ん中で頑張ってる、内の方で6番スーパープレーはちょっと苦しくなった、外の方からエアチャリオット、さらにはトロットサンダーが伸びてくる。今 400m 地点が過ぎました。あとは8枠の2頭だ。先頭争い、ここでトロットサンダーが抜ける、テイエムジャンボはちょっと真ん中もがいている、内の方では懸命スーパープレー、外の方からぐーっと八重の城を追ってきた、真ん中では5番のエアチャリオット、さらに外の方からやってくるのが5番サイレントキラー、先頭完全にトロットサンダー、2番からそれわずかに5番のエアチャリオット、エアチャリオットが2番手をキープだ、3着の八重の女王か、6枠両頭スーパーブレード分け合った3着争い、勝ったのは8番トロットサンダー、2着は5番のエアチャリオットで決まりました。1番人気に応えたトロットサンダー快勝、時計が1分33秒3、激しい2着争い、最後の人伸びは5番のエアチャリオットでした。3着争いは6枠の両馬、6番スーパープレー、7番の八重の女王が並んでいます。その後に3番キヨイスマート、あとは1番成田力、10番サイレントキラー、11番コクトジュリアン、遅れて2番テイエムジャンボ、4番ダイワジェームス、しんがり9番レガシーワールド、上がり3ハロンは35秒0、4ハロンが46秒6、1着8番トロットサンダー、2着5番エアチャリオット、3着争いは6番スーパープレー、7番八重の女王、6枠両頭が分け合った写真判定、11レースアイルランドトロフィーでした。